ちは、キス坂です。2020年12月の7日月曜日11時29分です。こんにちは。ドライブの予習0121番、121番目の動画作っていきます。よろしくお願いします。およそ 1.4km 先、左方向入り口です。私が今おりますのが、福井県敦賀市というところにおります。前回の動画で敦賀に来るまでの動画作ったんですが、それの帰り道やっていきます。ヒヤリハット地点があります。ご注意ください、はい。結構便利というかね、こうやって大きななんかバイパスみたいな一般道が、国道8号線とか27号線とかね、バイパスみたいになってまして、あんまり信号に引っかかることもなくって言ってたら引っかかるの引っかかることなくって今言ったやん。引っかかるんですけどね、こうやって置いていかれて。あと 650m、 もうだからこの信号引っかからなければいきなり北陸道に乗れたんではないでしょうか。で、前回ね、敦賀に来たんがいつやったかな、ちょっともう覚えてないぐらい前で、半年ぐらい前でしたっけ、 どうかな、ちょっと。前回来た時は、敦賀インターからの帰り道は、北陸道、そして名神を使ったんですよね。で、今日もそういったルートで帰りたかったんですけれども、120番目の前回の動画で、舞鶴道経由でここまで来ましたと、その帰り道っていうことでセットでやりたいので、ちょっと遠回りになったり時間かかるかもしれませんが、名神周りではなく、舞鶴道を中国道ということで帰りたいと思います。北陸道敦賀インターの入り口です。国道8号線から敦賀インター入り口入ります。およそ 700m 先、料金所です。インターの料金所です。左の方行きますと福井、石川、富山といますが、こちら名古屋、大阪方面となってます。舞原、舞鶴、若狭道と書いてる方です。直進方向、舞原、名神方面です。カーナビの言う通りに帰りますと、ここから172キロで帰れるんですよ。それはまあ北陸道名神を使うルートなんですが、と今日は撮影のためにわざわざ遠回りで帰るので、もうちょっと帰る時間伸びるかな。はい、11時33分になりました。11時33分で敦賀インターから北陸道に入りましたが、 500m 先、敦賀ジャンクションというのがございます。この敦賀ジャンクション、舞鶴若狭道の方に入っていきます。
大阪に帰るんだったら北陸道前原の方に行った方がいいかと思うんですが、ね、皆さんはそうされてください。今日はちょっとあの舞鶴若狭道全線お伝えするということで、はい、46キロポスト11時34分敦賀ジャンクション舞鶴若狭道の方に入ります。北陸道46キロポストに敦賀ジャンクションがございました。中郷トンネル 1040m、 161キロ先に中国道横川ジャンクションがございます。2時間半ぐらいかかるかな、もうちょっと早いかな、2時間ぐらいで着いてくれたらいいけどね。今現在11時35分です。13時半ぐらいに横川ジャンクションつけたらいいね。でそこから小1時間かかって会社帰っても14時半か。私今日ね、あの15時半からあの散髪と白髪染め、ね、あの美容院みたいなところ予約してるので早く帰りたいんですよね。撮影などしなければ、まっすぐ帰っておれば14時ぐらいに会社帰れたはずなんですけれども、どうでしょう。このルートで帰りますと183キロということで、さっきより距離伸びております。10キロほど伸びてるんですけれども、舞鶴若狭道のこの対面通行の区間は制限速度70キロです。1車線のところは70キロ、そして2車線のところ80キロというふうにお考えください。ああ、ガッタンガッタンするな。敦賀南まで4キロ、若狭美浜まで10キロ、若狭三方が17キロ、舞鶴まで77キロ。舞鶴まで1時間以上かかりますね、とりあえずね。やっぱり1時間半ぐらいかかるかな、横川まで。そうすると3時半の散髪が間に合わん可能性があるな。どうしようかな、ちょっといろいろ考えてるんですよね。これね、もう私も散髪の予約を優先しますから、あの時間間に合わないなと判断したら、もう綾部ジャンクションから京都縦貫道入ってあっちの方で帰ったら、10分でも15分でも早いはずなので、はい、岩ごもりトンネル 1750m です。5時半の予約だから、もう会社お疲れ様みたいに出ていくのも15時でギリギリですね。ということはやっぱり14時45分とかには会社に怒らないと、少なくとも14時半には帰りたいな。となると今11時38分だから、あと3時間あったら着くか、ね。時間ありゃ着くと信じたい。変な渋滞に引っかからなければ3時間で着くでしょう。そういう距離かと思います。一応距離的には180キロあるのでね、3時間ぐらいの距離はあるんですけど、はい、敦賀南スマートインターまで 1.5 キロです。敦賀南にスマートインターというのがありまして、そちらは、ETC の車載機持っておられる方しか通れません。
あの現金とかね、あの ETC のカード手渡しとかできないんで、ね、ご注意ください。ETC 専用と書いてございます。鶴ヶ南国道27号に出るようです。出口まであと1キロ、 156.2 キロポスト。スマートインターです。こちらが 155.4 キロポストにございます。11時40分、スマートインターの ETC のくぐり方なんですけれども、あの普通の、ね、ETC は20キロ以下に落としてくださいですけれども、スマートインターは一旦停止ですからね、あのその辺ご注意ください。20キロとか徐行じゃなくて一旦停止なんで、ね、間違いないようにお願いします、はい、スマートインターの入り口号令がございました。154.7 キロポスト、11時40分変わらず。柴原区、舞鶴を越えて柴原区、ね、綾部あたりまでちょっと1車線が続くかと思います。抜くところがないんで、もうこうやってね無理やり抜きに来るんですよね。で後ろ ちっちゃいダンプみたいなのが後ろもう抜きに来るのやめましたけれども、この車は煽ってくるのかなどうかなみたいなところです。はい、154キロポスト、横川ジャンクション中国道まで154キロあるということです。私の時間読みで2時間半切れるかなぐらいの感じです。11時41分になりました。途中何回か追い越し区間がございます。ちょっと距離短いんでね、1キロぐらいしか距離ないんで、追い越し区間来たらもうあの左ピャッと加速してさっさと抜かないとすぐに追い越し区間終わってしまうんで、はい、ということで、もうしばらくね2時間以上こんな感じの道路なので、ちょっと2倍速でお送りしたいと思います。ちょっとカメラ切り替えますね。ちょっとトンネルの中でいいか。153キロポスト、11時42分、野坂岳トンネル 2270m。 この辺のトンネルも長いんですよね。ただひたすら長い、もう眠たくなるんでご注意ください。じゃあちょっとあの2倍速に切り替えます。2倍速に切り替えました。会津若狭道小川ジャンクション中国道向き敦賀から全区画沿線お伝えいたします。到着予定時刻が伸びました。カーナビの案内はまだ U ターンをして、北陸道から名神で帰れというそういうルート案内をしております。鶴ヶジャンクションからだいぶも来ましたから、 161.3 キロポストから 150.5 キロポストなので12キロぐらい来てるんですよね。ロスにしかなりませんので引き返しません。150キロポスト、11時44分、中国道横川ジャンクションまで150キロです。若狭三浜インター出口 149.2 キロポスト、11時45分、鶴ヶ半島と書いてます。149キロポスト、 148.8 キロポスト、11時45分、若狭三方インター入り口合流。
御嶽山トンネル 1340m。 こちらのルート今190キロと出ました。敦賀から素直に帰ってたら170キロそこそこやったんですが、あれから15キロほど来て190だから、そうですね、敦賀ルート、違う、敦賀インターから北陸名神周りで170キロ、舞鶴道周りで200キロみたいなことになるかと思います。若狭三方5キロ、三方五湖7キロ、若狭上中が14キロですね。 146.6キロポスト、11時47分。綾部ジャンクションまで77キロです。綾部ジャンクションからは京都縦貫道に入れます。綾部ジャンクションから、京都縦貫道入りまして、何キロぐらいかな、60キロぐらいですか。名神高速に1時間ぐらいかかると、まあ、それぐらいの時間余裕です。若狭三方、2.7 キロ先、中瀬山トンネル 2420m です。75.7 キロ先に綾部ジャンクションということは、こちらは70分くらいかかるか、大山崎まで名神電松から1時間として130-140分として2時間20分、どういう時間より。そして今現在のキロポスト何キロやったかな、140ぐらいでしたか。舞鶴道の横川ジャンクションでまでで同じくらい140キロぐらい、名神大山崎まで140、舞鶴道で中国道横川ジャンクションが140くらいでしょうか。どちらで帰っても大差ないかな。神戸の渋滞がどうかなとか、大山崎から高槻、茨城、あの辺りの渋滞はあまりないかな。ただ今日の縦貫道の方が多分15、20分は早いんですよね。台風の方に帰るより、どうかしたら30分ぐらい早いかもしれません。若狭三方インター出口142キロポスト11時51分です。この先左からの合流があります、ご注意ください。若狭三方インター入り口合流 141.6 キロポスト、11時51分、まあやっぱり140キロぐらいでしょうかね、横川ジャンクション。はい、三方五湖 1.5 加藤28キロ、どこもパーキングエリアです。ガソリンスタンドは、錦サービスエリアまでおそらくございません。錦サービスエリアは何キロ、30キロポストぐらいだとすると、あと110キロぐらいはガソリンスタンドないですね。三方五湖パーキングエリアはスマートインターです。秋山トンネル 280m、 三方五湖パーキングエリア、スマートインターの出口もございます。スマートインターは ETC 専用となってございます。139.3キロポスト、三方五湖パーキングエリア合流、11時53分。鳥浜トンネル 150m、 若狭上中6キロ、小浜16キロ、舞鶴57キロです。舞鶴まで小1時間ですね、かなり遠回りですね。名神周りで帰るよりもカーナビの時間よりは50分遅れくらいです。50キロ以上遠回りみたいなことでしょうね。だから敦賀から大阪に帰られる場合、名神ルートでお帰りください。私は本日は、舞鶴若狭号全線撮影するためにこちら回っております。佐古トンネル 920m、 撮影目的なのでかなり遠回りで時間も距離もお金もロスになりますので、ルート的に
テーションで帰られた方がよろしいかと思います。トンネル
3.4 キロバス12時6分123.1 キロポスト小浜インター出口12時7分12時7分変わらず小浜インター入り口合流 122.5 キロポスト今年でもう終わるんですが無理やり抜きに来てるな抜きに来るのをやめたんですが後ろめちゃくちゃベタベタに煽ってるなトラックなんですよね抜くんだったらもっと前からもっと121.9 キロポスト12時8分今宮トンネル810メーターです西まで9キロ、大井高浜21キロ、舞鶴39キロです。120.7 キロポスト12時9分。制限速度は対面通行1車線、こういった区間が70キロ、2車線の区間が80キロとなっております。
11キロ、舞鶴東が22キロ、大阪158キロと書いてございます。23キロでございます。早めから京都新幹線回るかな。それをやってみ
30分早く帰ったところで散髪が間に合うのかどうかですね。大井トンネル 760m、 どっちにしても間に合わないのであれば全区間舞鶴のご紹介ということで、まあ大事にしたいんですけど、舞鶴東インターがございます。
ションまで 17.5 キロポスト、キロポスト5キロです。86キロポスト。77.7 キロポスト、12時44分。舞鶴西インター出口まであと1キロ。舞鶴西インター出口。76.6 キロポスト、12時45分。マグラトンネル2210m。綾部ジャンクションまで6キロほどです。大山崎まで70キロを切ってきたか。
して12時47分だから2時半までと帰れるのか。本日の私の車両ですけれども、いすゞの大型トラック、走行距離は 33,562 キロ、新車です。新車からまだ 2、3ヶ月というところでしょうか。綾部2キロ、武藤部が20キロ、両方ともパーキングエリアです。綾部ジャンクション4キロ、綾部インターが9キロ、大阪まで115キロと書いてございます。山まで9キロ、春日が26キロ、大阪105キロでございます。
しますと、この対面通行が片側2車線のやっと高速道路らしい高速道路になるのかなというところでございます。49.9 キロポスト。
リアから出てくる車合流、 49.5 キロポスト13時7分です。春日ジャンクションまで12キロ、錦サービスエリアまで23キロ、阪南笹山口まで 26.5 キロです。あと眠気との戦いになってまいりました。解説全然しておりません、ごめんなさい。錦サービスエリアまで20キロです。丹波第二トンネル1458m。 今日は朝3時過ぎぐらいから動いております。今現在13時なので、もう10時間ずっと休憩なしで仕事しているので、さすがに疲れてまいりました。会社まであと1時間半ぐらいは少なくともかかりますので、そうですね、10時間でしょう、11時間半か、休憩なし、ノンストップで11時間半ですね。それは眠たいはずです。気温が低いので、暖房を入れながら走ってるんで、さらに眠気を奪いそうということです。まで6キロ、春日ジャンクションまで6キロ。42.5 キロポスト。13時13分。
7キロポスト13時18分春日インター出口。インター入り口合流 36.4km ポスト13時18分横川ジャンクションまで 36km ほどです。横川ジャンクション到達がやはり14時ほどくらいですね。錦サービスエリアまで 10km。阪南笹山口13キロ、三田錦31キロ、大阪83キロかな。
川ジャンクションまであと25キロほど。時間読みがあまりにも正確ですね。全然縮まらない。普段はオートクルーズでもう2キロほど落としてかけてるんですけれども、急いでるので目いっぱいで走ってるんですけど縮まりません。丹南笹山口まで1キロです。看板には国道176と書いてましたが、降りた信号を右に曲がって数百メーター行かないと176が出ません。丹南笹山口 22.5 キロポスト13時30分です。この先左側の通りがあります。ご注意ください。 22.1 キロポスト13時30分変わらず丹南笹山口入り口通り22キロポストです。横川ジャンクションまであと22キロ。22分ぐらいかかるんでしょうね。1分でも2分でも予想が切ってしまってほしいんですが、丹南第2トンネル550メーター、三田西16キロ、岡川ジャンクション21キロ、大阪まで68キロ、広島まで315キロとなってございます。20.5 キロポスト、13時31分。20キロポスト、13時32分。舞鶴若狭道も鶴ヶジャンクションから161.3キロポストあたりから20キロポストまで帰ってまいりました。あと残すところ20キロで舞鶴若狭道終わります。第1トンネル800メーター、 18.2 キロポスト。サンダ西インターまで12キロ、 12.8 キロですね。神谷川パーキングエリアが 15.5 キロ。眠気のピークは過ぎたんですけれども、
します。2倍速どこまでとします。切り替えますね。はい、通常速度に撮影戻しました。 11.8キロ、 残り 11.8キロ残っております。相本トンネル 460m。されて録音もされてるんでね、私がこれ録画して動画撮ってる様を録画録音されてるんですよね。事故でもしたらお前何やってんねんと言われそうですけれども、まあそういう余計なことにならないように気をつけて帰りたいと思います。7キロポスト超えました。あと7分ぐらいで横川ジャンクション到達ということで、舞鶴道敦賀から横川まで全区間をお伝えしましたということで、もうあと10分弱で動画を終わらせていただきます。もしよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。
ポスト13時43分、14時に横川ジャンクションという、まあ、時間読みやったんですが、13時50分ぐらいかな、10分ぐらいは縮めたかなぐらいの微妙なところですね。161キロもの距離を走ってくる間に、まあ20分ぐらいでも縮めれたらいいかなと思ってたんですが、10分しか縮まらずということで、これは会社に着くまでずっと時間と戦いっていうことで、はい、5キロポスト13時44分、らしく名神、ね、前原ジャンクションから名神入って帰ってた方が良かったかな。30分はこっちの方が遅いですね、少なくともね。 4.5 キロポスト三田西インター出口13時45分、この先左からの合流があります、ご注意ください。15分でも20分でも早く帰りたいというぐらいであれば、30分でも早いんだったら天津から帰ればよかったかな。4キロポスト13時45分、三田西インター入り口合流、はい、2キロ先に上荒川パーキングエリアがございます。マイズの最後のパーキングエリアです。まあ、そこで無理やり止めなくてもね、あの中国道入ったらすぐにあの赤松パーキングエリアとか、ああいうところで止めますとかなり 広い敷地で、ガソリンスタンドはないんですけれども、あのご飯食べたりとかできる。3.2 キロポスト 3.1、3キロポスト中国道横川ジャンクションまで3キロということです。13時46分、ますので今13時46分だからもうね、10時間ぐらい休憩なし、ノンストップで荷下ろししたり運転したり休憩なしです。こっからまだ1時間ぐらい会社までかかりますので、何時間、11時間ぐらいは休憩なし、ノンストップということになってしまいます。はい、上荒川パーキングエリア 1.5 キロポストで、13時47分でした。同じく13時47分上荒川パーキングエリアからの合流が 1.3 キロポスト。一応ね、その法律的になことを言えば、まあ、2時間おきぐらいに15分ぐらいは休憩取ってくださいよとかで、まあ、労働基準法みたいなんでも8時間のうちに1時間は休憩取ってくださいねみたいな話はあるんですが、ちょっとそんなことができる状況にはないです。まあ、帰り道ね、あの急がないんであればっていうか、もう帰り道はゆっくり帰ったらいいんですけれども、もう荷下ろしとか全部終わった段階で、あの帰り1時間でも昼寝して帰ってくりゃ眠たい眠たいと言いながら走らなくてよかったんですが、はい、横川ジャンクション、こちらが横川ジャンクションです。舞鶴若狭道0キロポストです。
3車線の道路なんですが、制限速度80キロ、中国道横川ジャンクション40キロポストです。13時49分、はい、まあ時間読みそんなに裏切ることなく思ってるぐらいの時間についてしまいました。もうちょっと時間巻いて巻いて、ね、1時半とかにこの辺来てたらもうちょっと楽やったんですけれども、はい、赤松パーキングエリアが 800m 先、そして西宮ラジオサービスエリアが 16km 先ということになってございます。およそ 2km 先、神戸三大インター直進です。はい、大変長い動画になりました。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。